ご協議願えればというふうに思います。それでは、大きな質問の4点目、自転車を通じたまちづくりについてです。1点目、バンク内ビアガーデンについて、いわき平競輪は全国でも有数の優良な経営状態を保っておりまして、それはこれまでの積極的な営業活動の賜物だと思います。すなわち良い番組構成であったり、顧客サービスの実施等の取り組みの成果が実っているんだと思います。その施策の一つにバンク内ビアガーデンがあります。全国でもバンク内でアルコールが飲めるのはこの平競輪だけというふうに伺っております。その平成26年度までのビアガーデンの回数日数を伺います。商工観光部長。バンク内ビアガーデンにつきましては平成24年7月より実施しており、開催日数は平成24年度が7月から9月までで延べ9日間、平成25年度が6月から9月までで延べ17日間、平成26年度が6月から9月までで9月までで延べ11日間となっております。以上。吉田美希人君。はい、ではビアガーデン開催の車検売上に対する貢献はどのようなものでしょうか。商工観光部長。貢献度を具体的な数値で申し上げることは困難で、ありますが、ビアガーデンの開催に合わせて実施しておりますビアカフェオープニングナイトや出会いの場を提供するリンコンなどの各種イベントには、女性や若年層といったこれまで競輪にあまり興味を持たれなかった市民の皆様も多数参加されております。イベントの実施に際しましては、これら潜在的な競輪不安層に対しお得な車検購入券の提供や初心者ガイダンス等を実施しており、これらの取り組みにより当日の車検購入はもとより新たな競輪不安の獲得が見込めますことから、ビアガーデンの開催は車検売上の向上に少なからず貢献しているものと認識しております。以上。吉田美希人君。はい、私もリンコンはですね、資格がないものですからこうで参加できないんですけども、ビアガーデンは何度か参加させていただいたことがあって、非常に楽しい雰囲気で夜風に吹かれてビール飲むことができて、非常に一公共施設として非常にいいんではないかなというふうに思っております。2点目が、いわき平競輪のバンク開放について伺います。いわき平競輪のバンクは空中バンクといってちょっと特殊なバンクであります。全国的にも珍しいものと伺っております。競輪競争においては平均で時速60キロ、上級の選手になると70キロでこうバンクをぐるぐる回るというような競技で、このバンクの角度というのは最高で約30度ぐらいになんだそうです。一周400メートルなんですけれども、競技の安全な運営の観点から通常は一般人のバンクの立ち入りはできません。ただしバンクの路面は数年に一度定期的に舗装をし直す必要があり、今年はまさにこのタイミングに当たります。路面工事前であれば競輪本場開催もなく、また路面に何かあっても舗装工事の中で完全に補修が可能であります。せっかくいわき市には誇れる競輪場があるのですから、競輪場のバンクを市民に開放し、公共施設の一つとして市民に親しんでもらいたいというふうに考えております。そこで開放日について、開放狙いをお伺いしたいと思います。商工観光部長。今年度上期の競輪開催スケジュールにより、通常はお客様の立ち入りを禁止している競輪場バンクの開放が可能となりました。このため既存のお客様へのファンサービスと合わせ、全国に類のない空中バンクの歩行体験などのイベントを通じ、これまで競輪場に訪れたことのない市民の皆様にも楽しみながら競輪場に親しんでいただける良い機会になると考え、今回開放することとしたものでございます。委員長。吉田美希人君。はい、その空中散歩のパンフレットを今日持ってきました。
今その歩けるというだけのご説明でしたけれども、実はこれバンクを自分の自転車を持ち込んでこう走るということがそういう時間帯がございまして、そういった自分の自転車で走行できるという機会は全国を見回しても、まあ、そうそうあるものではないと思います。ぜひ自転車好きの人たちだけじゃなくてですね、一般の方もママチャリを持参してぜひバンク内を走行して競輪選手の気分に浸ってほしいと思います。そこで開放日を確認します。商工観光部長。競輪の開催スケジュールの関係から6月20日土曜日の1日限りの開催となりますが、バンク内歩行やご自身の自転車での走行体験をはじめ、バンク路面での落書きコーナーやスイーツ等のケータリングカーの出店など競輪ファンはもとより、大人から子どもまで広く市民の皆様に大いに楽しんでいただける一日になるものと考えております。議長。吉田美希人君。はい、6月20日ということはあと4日後ということにはもうほとんど時間がないわけなんですけども、ぜひとも周知していただければというふうに思います。まあ、いわき平競輪場は単なる公営ギャンブルの掛け事好きの人のためだけの施設というだけでなく、東日本大震災時においては救援物資の集積場配布の拠点として重要な役割を果たしてきました。そこで一般市民に親しまれる競輪場とするために今後どのように取り組んでいくのか伺います。商工観光部長。いわき平競輪場は地域との共生を一つのコンセプトに、広く市民に親しまれる競輪場として地域の集会や会議に利用可能なサイクルハウスやサイクルシアターなど市民の皆様にもご利用いただける地域開放型施設を整備しております。今後におきましてもこれら施設の周知徹底を図りながら一層の利用促進に取り組むとともに、バンク内ビアガーデンやご当地アイドルによるステージイベントなど競輪ファンのみならず一般市民の皆様にも楽しんでいただける各種イベントの開催などに積極的に取り組み、市民の皆様により親しんでいただける競輪場としてまいりたいと考えております。委員長。吉田美希人君。はい、大規模な空間を持つ公共施設はさまざまな活用の方法があるわけですから、平城の競輪場もその一つとして使っていていただきたいと思っております。3点目はサイクリングロードの整備についてです。6月1日に施行された改正道路交通法によって危険な自転車運転を繰り返す人への講習制度が全国的に導入されました。改正道路交通法運用にあたっての問題が2つ考えられます。1点目は自転車に乗る人の方の車両であるという意識がないことです。2つ目は自動車の方、ドライバーの方に自転車と同じ立場で道路を共有しているという意識がないということです。それぞれ自転車に対しては事故や違反切符の前にマナー教育が必要ですし、自動車の方に対しても自動車と自転車は同等の車両なんですよというような意識改革が必要と思います。そこで6月の改正道交法の講習制度を踏まえて自転車、自動車、両者に対するマナー教育など市の交通安全対策について伺います。市民共同部長。本市における交通安全対策につきましては、第9次いわき市交通安全計画に基づき、交通事故のない安全で安心なまちづくりを実現するため、毎年5月に開催するいわき市交通安全対策協議会定期総会において、交通事故の実態と社会情勢の変化に対応した適切かつ効果的な対策を、交通機関関係、交通関係機関、団体等との連携により実施していくことを確認しているところであります。また毎年10月に交通関係機関団体をはじめ各事業者等を一堂に会し開催するいわき市交通安全市民大会においては、
人命尊重の理念のもと、市民が一丸となって交通事故の根絶に向けて邁進するための誓いを新たにしたところであります。さらには交通指導員による幼児から高齢者等への交通安全教育を実施するなど、交通安全意識の向上と交通事故防止に向けた各種施策を展開しているところであります。このような中、道路交通法が改正され、本年6月1日から悪質な違反を繰り返す自転車運転者に対する講習の義務化が施行されたところ、されたことから、去る4月27日に市交通安全対策協議会会長名で市内の小中高等学校長に通知をし、周知を図ったほか、5月には警察署および交通機関団、交通関係団体等との連携のもと、平第二中学校を含む市内4カ所において講習義務化にかかる啓発活動を実施したところであります。議長。吉田幹人君。はい、マナー教育もそうなんですけれども、やはりその自転車事故、これから増えていくと予想される中で、やはりそれを防止していくのは、根本的な解決策は自転車レーンの設置ではないかというふうに思っております。お手元の資料見開きで2ページと3ページ目のところに自転車レーンの先進事例を持ってきました。これは東京都の一部の例ですけれども、資料2の方が歩道部分と自転車専用部分と分けた例、資料3というのはこれ大きな国道なんですが、国道の端っこ部分を既存の部分を自転車レーンとして分けて例であります。こういったことをやることによって自転車のいわゆる逆走というのをかなり減らすことができます。これすでに実際に国土交通省と警視庁では国道6号線墨田区部分に自動車の通行空間を整備して自転車レーン、自転車ナビラインというらしいんですが、それを設置して効果の検証を行っているところです。整備場は歩道上で自転車と歩行者の交錯というのが見られたそうですけれども、整備後はだいぶそれが減って車道の巡走が増えたそうです。これと連動したアンケート調査でも、自転車に乗る方が走りやすくなったとか危険を感じることが減ったという人が過半6割をだったそうです。一方、歩行者で危険を感じることが減ったという人も約4割強でだったそうです。いわき市にはいろんな宣言、これまでにスポーツ都市宣言、それから比較平和都市宣言等の素晴らしいスローガンがあって、平成12年度にも自転車が走る街いわき推進プランというものが策定されております。この度の改正道路交通法を機に、自動車と歩行者、自動車がそのそれぞれ3社が安全に快適で移動できて共存できるような先行自治体を参考にして、自転車道や自転車専用レーンを整備していくべきと考えますが、市のお考えを伺います。土木部長。自転車道や自転車専用通行帯の整備につきましては、歩行者と自転車の事故が急増したことを背景に、平成24年11月、安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインが国土交通省と警察庁により示されたことから、市といたしましては、これに基づき地域の実情や市民のニーズ、交通状況等の把握に努めるとともに、各道路管理者等と意見交換を行うなど、自転車道と等の整備について調査研究をしてまいりたいと考えております。議長。吉田幹人君。はい。